分間でわかる嘘食い立ち会い人。今回は、元ヤンキーの武闘派立ち会い人、門倉雄大、について紹介していきます。十数年前、高校生の不良集団が町を支配していた。16歳の門倉は、そんな巨大組織の頂点に立っていた。生粋のヤンキーだった門倉は、現在もそのスタイルを捨てておらず、リーゼントに狂乱、そして人情を重んじる立ち会い人となっている。強さの指標である号数は16。その後一度の引退を経て、2号まで上り詰めた。年齢は34歳前後。カケローの中では比較的若い部類で、その若さを武器に、古参立ち合い人にも引けを取らない強さを持っている。戦歴は以下の通り。7勝1敗と、高い勝率を誇る。持ち前の喧嘩スタイルで強敵たちを次々に倒している、作中屈指の強キャラである。また、この8戦という戦闘数は作中でも多い方で、比較的登場が多いキャラクターである。作者、そして原作者の佐古先生に愛されているキャラクターだと言える。もちろん私もお気に入りのキャラクターです。